はい、というわけで待ってるよ。はい、というわけでスーパーマリオ 3D ワールドにゃーにゃー。今回のポイントは猫クリボーが狐。狐だね。狐だ。みんなどんどんこう猫にやっていく。そうそう、動物化するってことですね。所詮人間も動物だと。後ろで手振ってるのはヨッシーのような違う生き物だよ、ね。でかいのよ。でかいのいるんだよ。なんだあれ、何色だ。オレンジだね。これは下オレンジだ。ヨッシーとか似てもんじゃねえよ。新キャラ。じゃあ皆さん参加してください。はい、あのキャラ選べます。俺3本だ。マリオマリオだらけになっちゃう。ちょっと分かんなくなっちゃう。キノピオだね。怒ってます。みんな、ね、餌食になればいい。クッパの餌食になればいい。ヨッシーは制さられてる。ないものなんてんの。でもあんまヨッシーが出るからルイージの出番がないからね。緑が被ってしまう。おお、いろいろ緑。あ、緑が被りすぎやる。察し。ヨッシーが襲ってたの。あ、ヨッシーなんだね。緑だらけだな。クッパも緑だしな。確かに緑がちょっと多すぎて、やっぱヨッシー出すのやめようって。ウィンズミはもうゼロ代以来の方向だったんですよ。ウィンドといえばウィンズミ。ある意味自分からさらわれに行ってる。フラグビン、フラグビン。体勢がね。もう楽しみました。見てるところは見せます。白でかいね。まだ操作できません、僕たちは。あ、そうなの、ね。そういう。どうだ。急にジャンプし始める。最初のステージを。できることをね。スーパーベル。Y ボタンで走ります。俺も B ダッシュしたからなんだけど。こっち2つしかないから。こっち Y の。お、全員変身だ。あー、やる。いやー。壁登れます。登れます。あ、かまいない。あまり。教えるの。全然人のプレイみたいな。自由に。行ける、行けるよ。とりあえずじゃあ、登れるには一定の距離が関係あるんだよ。だから、戻って。グズグズ。一回戻ろう。戻ろう。はい、誰に次、黄色についてるの。そうだね。どこ一回登ったの。ヒゲについてる。ヒゲ二人います。
そこに行ってていいよ。マイナスボタンを押して。不得があるから、もう持ってるやつ。ここ登ってください。上入れたです。はい。コイン、コインだけだ。あれ、できるやつ。被害者させの経緯誰ひどい あれひどいないちょっと時間短いんだよねこれ意外とそう意外とねほぼ同時飛びぐらいしないとハンコ集めるまでが長いだろうねそうねこんな感じでゲームは進んでいきます。はい、次のメインいきます。いきます。